ございます。ありがとうございます。ございます今日は、はい初めての魚を狙います。いはい。これユニコーン。ユニコーン。ユニコーン。こうやってこの。ひらか。なんか系であるかもしれない。二つには。正式名称は？バショウオカジキ。バショウオカジキ。はい。カジキですね。はい。カジキを釣ります。はい。あとめちゃくちゃ跳ねてるらしいですね。うん、今ここら辺一帯で。うん、ダンブしてるらしいんで、あのパールマリンのとこも跳ねてましたらしいね。だからここら一帯の海域をうろうろしてる、なんで増えてんだろうね。ね、今年暑い県とかあるから、そうね。で今日はもうカジキのプロに、カジプロにお願いします。嘘でしょ、どう見てもイカスミだらけなんですけど、イカのプロです今日ね、今めちゃめちゃ飛び回ってるんで、ぜひ、はい、ぜひお願いします。さあ、ドブロックさんの時の番組の時のお世話になった。その説は。お世話になりました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。で、なんか、ルアーが10センチ前後の。なんか、カジキって言ったらね、もうこんぐらいの食うかと思ってたけどね。これちょっとお借りしたんですけど。大きくないよね。新編。で、かかりがとにかく悪いと。悪いっす。悪いっす。刺さる場所がないです。場所がないと。どう？ユニコーンはね。めっちゃ飲み込ませて、胃でフッキングとかは。それでもトローリングのはあるらしいね。あ、そうなんですか。そうですね。そういう言い方もありますね。湧いてたりするね。湧いてるだけでもう船上は湧くんで、みんなわー見るだけで。あのスエピオンも釣ってましたから。そうね。1匹ぐらい釣った。じゃあ、もちもち準備していきますか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。はい、お願いします。ドラグ設定しとるんですか。ドラグの設定されてますか。あ、全然してないですね。センチ持ち、なんとなく船長に直伝のやつを聞いて。船長っぽい目線でね。あ、見せん方がいいですね。本当にいいですか。あー、結構秘密なんですね。船長が何匹も釣って編み出したんで、途中で強くするんですよ。これ教えねんけど、ドラッグ設定教えねんけど、ちょっと引っ張らせますね。あの、ヒラマサ釣り大好きな俺にとってはもう、あーって、もう全然出ないやん。いや、もうそれバレるやろ。いや、そんなこと言ってたら、まず。お世話になる遊漁船は、はい、トマスヤスの正式名称言おうかな。遊漁船第8海丸さんですね。で、今日はちゃんとあのスクラム組んでます。スクラム、これ、わかる？ピー、この中にピーが入ってるんですよ。通したんですよ、これ。あ、これピーじゃないんだ。いや、中にピーが入ってるの、ほら。はい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 。で、先にリーダーが、これがあの、ピーを保護するような役割。そう、保護もするし、うん、やっぱここが負担かかるんですよ、一番ガイド抜けするときに。あー、なるほど。あと、これが抜けるときにくるってなって、うん、あのガイド、トップガイドにぐるんってなってプチンって切れる、赤切れとか言うけど、それがもう劇的になくなるね。うお、気合十分ですね。十分ね。え、気合十分よ。こんな気合入っとったら常に。だって昨日の夕方からみんな気合入っとったもんな。みんなライン巻き替えてさ、そうそう、この針はどうやろうか、この辺どうやろうか。そういうのやったっけ。そういうのやったっけ。ちょうど逆光だった。これ長いフックで、この2つで、はい、カジキの鼻に。やった。ありでしたら、あの皮膚硬い剣、外側の柔らかいところからもうこう、ロッキュってこうですね。はい、いじめみたいな。はい、そうですよ。顔に引っかかったよ。で、もうどんどん顔、皮剥いていくってやろ。ミイラみたいな。顔剥いていく。それで上がってきたら奇跡ですよ、奇跡。受ける、受ける。じゃあ、待って、坊ちゃん。はい。夕日に向かっていく。朝日か。朝日を言うって。夜泣きじゃないけどね。まだ言う。いやじゃあ行きましょうかね。はい、もうええでしょ。もうええでしょ。めちゃくちゃおるやん。
マジで詐欺集団、詐欺集団やん。詐欺集団がめちゃくちゃおる。そこから電話かけるんですよね。ルイ・ヴィトン。いやいやめっちゃウケてるじゃないですか。めっちゃ悩みと一気見したばっかりだった。この辺りからポイントらしいです。おお、まあ、30分も経ってないよね。もちろんこの辺りからずっと探して、うん、行く感じかな。だから俺らもしっかり海を見置かないと。そうね、ね。船長が上で跳ねたよ、跳ねたよ、跳ねた、すごい、早い。もう準備しとかないと。はい、もう準備です。もう準備できました。おー、行くよー。痛い痛い痛い、倒れた倒れた。あ、飛んでる飛んでる、左来ました。飛んでますか。そこにいる。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいるよ。紅茶さん、紅茶見てね。マスター紅茶、紅茶めっちゃ痛かった。めっちゃ羽寄ったよ。何匹通ったね。うん、おったおった。めっちゃ羽寄った。スキピングがいいかも。紅茶が後ろからついてきてると思ったら紅茶がひっくり返った。もう俺足引っ掛けです。ズデーンって転んだ。右肘いて。ないね。すぐし早いね。奥で出よるって。じゃ早いね。早いし痛いし。ここにゴーちゃんがおる、小玉おると思って人の気配があったけ。ただ小玉さんでその遥か後ろでゴーちゃんがつねってなっとった。だってほら、どんどん行かせばと思ったけさ、待っとってさあ行こうとしたらちょうど誰か出とったさ。そいつ。めっちゃ跳ねてる。跳ねてる跳ねてる。跳ねてるよ、金子さん。どっちかかけよう。同じやつがどっちもかけて。かけよう。めちゃくちゃ平正とかファイトしやすそう。ここ。ここほら背中突っ込む。ああ本当ね。ないもんね。ほんと柵もめっちゃ高いね。これはいいっすよ。うん、おったおったて。やってる、やってる。やってるよ。おお、跳ねよう跳ねよう向こう。ああ遠い。こっちこっち、受けてこい受けてこい。バチャバチャしたバチャバチャして。じゃあ俺はスキッピングで。おお、来た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 。これはこれは、おお、来た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 。ああ、まだまだかかってないかもしれないよ。かかってないよ、まだまだかかってないって。おお、小田川さん。ああ、やっぱり。ダメだ。あ、惜しい。外れた。惜しい。硬いやろね。こうならんやった。おお。投げてる投げてる、子供さん。うわ、めっちゃいる。うわ。あ、ついとったよ今。あ、木村君の。あ、ついとった。あら、早か、負けた。来るよ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 。いや、児玉さん惜しいね。どうやってかければいいのかが分かんない。もう運よ、運、うん、うわ、片方やったやろうな。ダブルロックの。ダブルロックセンター。ダブルロックいってなかったっすね。出ましたね、いきなり。シングルロック珍しくあれ一撃でできたもん。
やっぱ誘いが上手なんでしょうか、ね、上げてー、あげて、面白っ、うわー、やってる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 、惜しかったね、こうやったっす、今がえポンダブルじゃなかった。でもバチャバチャして沈んだ後でも来ましたね。そうね、ね、また出てなくてもその場にいた可能性があると信じて、うん、投げようかな、ね、きっとーって言ったのね、きっとーイエーイって言われたイエーイって言った瞬間外れやった深い喜びやったですね、イエーイ、あー膝に乗せたいね、ね、半身は恵比寿食堂持っていこう、こういう釣り初めてだな、ついてきて、こんなんなんかナブラ探して、はいはいはい、ナブラじゃないけどカジキ探してやけど、すごいよね、カジキにかけた男だしカジキをかけれなかった男の悲運の移りし、子供の月木村くんじゃないですか今回俺ジギングロットで投げてるんですけど、飛ばん、いや、あの距離変わんないです、あああ、これめちゃくちゃ投げやすいんですよ、児玉さんかけたけどね、そうですね、惜しかったですね、惜しかった、最初教えてもらって、あの本当横を飛んでましたもんね、そうそう、横バーンで飛んだんですよ、俺がこげたぐらいですか、あー、その時もその時も飛んでましたし、その後も飛んでました、あ、本当ですか、こちゃん、そうね、今度肩が痛くなってきた、ほらビリビリってなる、四重肩もうガタガタや、鎖骨神経痛四重肩こちゃんさ、思いっきりこけたいや、後ろついてきてるって思ってパッと見たらですね、はい、潮目の近くで見えるような気がするんで、あ、肩痛い、これじゃ肩が痛くなった、今度水しぶきが 2m ぐらい立ったよ、でかかったね、しぶきが、あ、あ、肩痛いでかかった、どこ行った、どこ行った、結構大きかったよ、うん、もう、はい、もうトップの向こうに、あー肩痛い、肩痛い、走って早いっすね、早いっすね、フリーで飛び寄ったよね、あ、群れじゃないってことですか、独身、独身、独身ヤッハーってと、まあ、フリーが一番よ、ゴーちゃん、そう、うん、フリーが一番、そんなことないよ、いやいやいや、じゃあ嫁さんがね、うん、彼女がね、うん、常にもう飲み行って遊びよって、ああ、行って行って、いいよいいよ、わし絶対ダメやろ、キム全然いいよ、行って行ってない、やかましいやろ、もう帰ってくんなって言って、もうゲオ怒っといや、もう帰ってくんなって怒っといや軍艦島となつき、こちゃん、うん、軍艦島となつき、いいやんね、かっこいいよね、軍艦島バックに、ね、ちょっともりっとした、今からなんか最近のあれだと今からの時間この辺湧くって言ったね、おお、セオリー、最近の傾向で言えば、うん、いやでもいつもに比べたらやっぱ全然湧いてないらしい、うん、ねえ、うん、海っちゃそんなもんよ、そう、自然やけんね、お、軍艦島が近いね、軍艦島、ちょっと貸してる、ズームさして、いやいやいや、あった、お、すごいすごいすごい、お、揺れる、あ、こんな感じなんだな、まあ、なんか軍艦島が見えるとこで釣りっていうサムネ作ったような気がするな、あー、したことある、うん、でございます。多分時期が昨日までやったんですよ。ああ潮の狂って変わったのか。
ですね。また明日からボン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 とか。明日なんかね。明日だね。いやいやいや、しょうがない、しょうがないです。戻りましょう、港戻ります。はい、お疲れ様でした。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 12時間乗っとった。6時半に出たの。6時半ぐらいに出たと。ちょうど12時間ね、ときちゃんよかった、最後で俺最後あの、ヨウトがあれがもう最初の辺とか人って一回戻ってくれんですかって言うあれは最初の児玉さんの惜しかったですね。惜しかった、ね、惜しかった。口は使わせた時やね。まあでも口使わせた時、うんね、勝ちよ。もで俺もその後投げて、まあ、あバーって回収しよったら、うん、俺の荷もついてきよった。そう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 、船長の言ったよね、うん、おい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 ふみまる、ふみまるさん、はい、村田さん、村田はじめさんとか、なんかハイサイのステッカーとかもあったよ。いや、YouTuber もめっちゃ来よる。めっちゃ来とった。船みたいね。アンコーアワードも来とったよね。釣りいろはの徳さんも来とるしね。あ、もう、うん、ちょっと俺らたまたま時期が悪かっただけで、うん、また来年はじきはリベンジしたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣り岡プロデュースの海鮮丼屋、ゴルフスタジオを営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。